インターネット放送がお送りするメモリーミュージック、ナビゲーターを務めますさやかです。今回はたおやかかわら版から、手術ができない脳腫瘍と戦う犬好きの少女に世界中から励ましと支援の声が送られています。アメリカ CNN の地方局などによりますと、ウィスコンシン州ハートランドに住むエマちゃん7歳は2019年1月、脳腫瘍の一種である小児脳幹部グリオーマと診断されました。腫瘍の位置のために手術は不可能とのこと。エマちゃんは犬が大好きなのだが、家族に犬のアレルギーがあって飼うことができません。そこでエマちゃんを支援するグループチームエマが Facebook でエマを励ますために愛犬の写真を送ってくださいと呼びかけたところ、大反響を呼びました。3月26日時点で20万件以上の写真やメッセージが寄せられ、手紙やぬいぐるみなどのプレゼントも大量に送られてきています。父親のジェフさんは地元メディアの取材に、娘はものすごく驚き喜んでいます、全世界が娘のためにスクラムを組んでくれているような気持ちにさえなりますと語りました。3月9日にはウィスコンシン州内にある40近い警察署の職員が警察犬35匹を連れてエマちゃんの家を訪問、彼女を直接励ましました。またウィスコンシン州サセックスの動物病院は先週エマちゃんを一日獣医として招待、犬の診断をしたり治療の手伝いなどをして、大好きな犬とたっぷり接することができました。さらにエマちゃんの治療費を支援するためソーシャルファンディングにサイトが設立され、3月27日時点で13万ドル、約1440万円以上の寄付が集まっています。エマちゃんは現在放射線治療を受けています。小児脳幹部グリオーマの治療法はまだ発見されておらず、放射線治療もどの程度効果があるかわからないと言います。しかしジェフさんは前向きです。何らかの理由で神が私たちを選ばれたのだと思います。必ず対処できるし克服できると感じています。それではここで音楽をお聴きください。
さやかの小部屋、今回最後になりました。愛知県にお住まいの特別養子縁組をされた里親未来さんをゲストにお迎えしてお話を伺います。それでは早速お聞きください。では未来さん、これからどのように里親には関わっていきたいと思いですか？そうですね、いくつかあるんですけど、やっぱり知ってもらうこと、知ってもらうって、どんなね、社会の課題もそうなんですけれども、里親として、体験発表会というものを児童相談所管轄というか、里親会連合会というキーワードで検索していただくと、その日程、体験発表会という日程が分かると思うんですが、そちらの方、一般の方が、参加していただける勉強会というかなんです。で、その実際里親をしている養子縁組の里親と私のような、養育の親権は実親さんが持っているという形の、家族というか家に引き取って子供を育てている養育里親さんという方管轄があるんですけど、その二手に分かれて30分ずつ体験という発表を聞けるものがあるんです。でそちらを、愛知県内各こう回って1年間1月に1回ずつぐらいのペースでやってるんですけど、事前の、予約もいらないですし、参加費もいらないので、そちらにご都合ね、皆さん都合をつけていただいて、聞きに来ていただけるということが、私たちとしては啓発の一つとして考えてやっているので、そちらの方に、聞きに来て知っていただく、ということを、希望してます。そうなんですね、では愛知県里親連合会をキーワードに検索すれば、開催日程とか出てきます。そうですね、ぜひそちらの方、確認していただけるといいと思います。あと他に、私もまだ子育て中なんですけど、新しい里親さんもやっぱり不安を持って、スタートするのが、私もね、以前スタートの時はやっぱり不安だったので、その気持ちはよくわかるんですけど、そういった新しい方の里親さんたちに、やっぱりこう、なんていうのかな、いろんな課題があるんです。子育てそのものはね、普通に産んだお母さんたちと家族と一緒なんだけれど、でもやっぱり血縁がないということで、ちょっと専門的な用語になっちゃうか分かんないですけど、愛着障害といったことを、なかなか聞いたことないかも分からないですけど、そういった障害というものを私たちが出会う子どもっていうのは抱えているということが、脳科学的にも言われていて、でその中で対応する対応の仕方、本当にさまざまな、こう子どもの在り方なんだけど、それをこう職員さんからも手厚く教えていただけるのもあるんですけど、私たちこうちょっと先を行く先輩として、新しく里親さんになる方には自分がこういう時にはこうやって乗り越えたようだとか、ちょっと難しい課題になるんですけど、告知といったものがやっぱりあるんですね。それはどういった、するしないっていうのも、変な話、必ずっていったものはないんですけど、職員さんの方からは、できれば告知を小さいうちからしていけるように指導はサポートはしていただくんです。で私自身2人の子供を育てながら、実は告知というものを小さいうちからしてきました。どんな風にされたんですか？簡単に
子供には説明したんですけど、お母さんのものが実は壊れててねっていう話をしまして、で違うお腹を借りて、あなたは生まれてきたんだって、だけどあなたは大事な家族で大事なお父さんとお母さんの子供で、ずっと一緒で、お父さんとお母さんたちがいつかは先に死ぬんだけれど、その後も変わらずずっとあなたたちの、お父さんとお母さんなんだっていう、血縁がないっていうところを重視したいわけではなく、お母さんとお父さんで家族になったんだって、血縁がなくても、ちょっとまあ難しいんですけど、とにかく家族なんだっていう、そういうところを伝えながら、告知というものを、してきていて、それが1回だけで済むわけではなく、何かこう少しずつチャンスを見計らって、やっていくんですけど、で、まあ、実際なんていうかな、私が告知をしていた中で、子供自身が、それを受けて、ちょっとした反応を聞いていただけますかね。聞きたいです、お子さんが何歳ぐらいの時に告知最初は、ですね、4歳の誕生日の時に実はさせていただいて、したんですけど、そうなんですか、でその中で、やっぱり子供なりに、なかなかすっとそれがどういうことなのかっていうのは多分わからないとは思うんですけど、徐々に火を追っていくごとに、何かしら感じたみたいで、保育園に通ってたんですけど、その時、なんていうかな、友達みんなに、私が違うお腹から生まれたっていう話をしたもんだから、友達 に何々ちゃん何々ちゃんって言いながら、一人ずつ名前を、一人ずつ聞いて、どのお腹から生まれたの、あなたはあなたはって言って、聞いて歩いたことがちょっとあったらしく、そうなんですか、そうなんです、はい、でもそれも、まあなんていうのかな、聞きつつ友達はお母さんだよって言いますよね、でとあるお友達がそんなの決まってるだろう、お母さんに決まってるだろうとかって言って、ちょっと強く言い返されたことがあったようで、私は見てないですよ、もちろん保育園の先生からの報告なんですけど、でもそうやって強く言い返したお友達にも、なんていうかな、その時、めげるかなと思ってって言うんです先生は、だけど、まあ、めげたのかもしれないけど、めげることなくさっと、自分で他の遊びに走っていったので、私は割って入らなかったんですけどと言われたり、あとですね、その保育園って添い寝があるじゃないですか、添い寝じゃなくてお昼寝があるじゃないですか、ありますね、でとある日にちょっと寝つきが悪かったらしく、保育士の先生が少しだけ、添い寝というか、ちょっと一緒にねコロンとしてくれたらしく、そしたら、実際家でも、告知した後に、なぜかわからないんですけど、自然と、なんていうのかな、自分を違うお腹から生まれたっていう感覚が、メッセージとしてなんとなくそこがすごく強く、頭の中に入ってたようなので、じゃあお母さんの中から生まれたいって思ってたみたいで、家の中では私と出産ごっこっていうのがしばらく続いたんです、やったことはどんな、感じなんですか、出産ごっこは。そうですね、多分普通の方ってなかなか当たり前にお腹から産んでるんですけど、生まれた後に出産ごっこってやった人って少ないと思うんですけど、もう服の中に頭を突っ込んで、頭だけじゃなく足の先まで全部くるっと丸め込んだ状態で、本当に臨月のようなお腹になった感じですよ、お腹の中に入れて、本当に産むまねっこをするんです、
うん、で、あもうお母さんあのお腹があの張って生まれそうだとかって言って、あの私も声をかけつつすると子供が自然とおぎゃーとかって言って生まれてくるんです、うん、もうそれが心地よいみたいで、うん、変な話私も嬉しいんですよ、やっていて。そうなんですね。そうなんです、うんうん、本当に嬉しくって家庭でそういう、うん、ことが続いていて、うん、でごめんなさい、あの話が戻るんですけど、あの保育士の先生がちょっと寝つきが悪かった時に添い寝をしていただいて、うん、そしてその時に子供が何を思ったのか、うん、先生のお腹の中に隠れちゃったというか潜っちゃったんです、もう仕上げないなと思いつつ私聞いてて、うん、そしたらまあ、私も先生にその告知をして、うん、今こうこうこうでっていうことで話はしていたので、うん、先生もあれこれもしかしたらお母さんが家でやってる出産ごっこってやつかなと思ってって言って、うん、あのお迎えに行った時に私もやらせてもらっちゃったお母さんっていきなり先生に言われたんです。それってどういうことと思って話を聞いていたら、うんうん、潜った私のお腹にねちょっと潜ってきたんですよって言って、うん、うん、でどうするかなと思ってまあトントンとしながら、うん、まあ見守ってたら、うん、自分でふっと出てきて、うんうん、お母さんこの子なんて言ったと思うって言ったのね、うん、なんて言ったんだろう。もうね私もなんて言ったか想像がちょっとつかず、先生になんて言ったんですかって聞いたんです、うんうん、そしたらここのお腹は違ったって言ったんです、もう本当になんかねこういうこと話すたびになんか泣けてきちゃうというか、ね、思うんですけど、先生とそれを話しながら、先生にお母さん私に何て言うかな自信持って育てなって、ここのお腹は違ったらしいよって、うん、もうお母さんのお腹から生まれたと同じだから自信持って育てるんだよって先生から言われたことが私すっごい大きな力になって、本当に嬉しかったというか、そんなこともありました。そうなんですね、はい、もうお兄ちゃんの生まれたお腹は、はい、未来さんのお腹だけだったってことですね。はい、素敵ですね、はい、はい、思い出します、ではそういった未来さんの体験のお話しする機会とかっていうのは、はいはい、先ほど言われた体験発表会以外にもあるんですか、はい、後輩のこれから里親しようかなと思ってる人たちにお話ししたりとか、サロン的なお話の場があったりとか。そうですね、今サロンって言いましたけど、あるんです、そういうサロンが。里親サロンっていうのが、まあ、事業として、経費をいただく中で開催してるんですけれども、はい、各里親会こう愛知県の中にこう児童相談所の管轄であるんですけど、その中で里親さんの登録をした人しか、まあ、参加はできないんですけど、その中で、うん、日頃のこう私たちの経験でこうしてきた話っていうのはもうざっくばらんに、それこそお茶を飲みながら、お昼のお弁当も持ち込みをして、数時間開催をしているので、好きな時間に来て好きな時間に帰って、来れなかったら来れないでいいし、そういった時間もあって、本当になんていうかな、やっぱり当事者同士話すってすごく大きいことだと思うんです。そうですよね、別に何ていうかな、こう世間で話すっていうのが、本当はね世間で話せれるぐらいもっと楽なね、社会づくりというかできたらいいななんて思うんですけど、やっぱりまだまだ話しづらい、話してしまうとというか、話すと時折私も経験があるんですけど、変な話を聞いちゃってごめんねって言われたりするんです。私はそんなつもりはなくて、知ってもらいたいと思って話したりするので、あれなんですけど、でも里親サロンで話すことは
とても有意義な時間であって、今新しく里屋さんになる方も、そういった場で話せる聞けるっていうのは、すごくいい、ね、環境づくりだと思います。そうですね、はい、新しく里屋になったものの心配事ですとか、はい、不安とかたくさんありますもんね。あります、はい、それを、先輩ママたちに聞ける場があるっていうのは、はいはい、すごくいいことですね、はい、そうやって今は、はい、そういう里屋さんを、はい、なんていうんですかね、里屋さんの環境っていうか、そういうのが整ってきているってことですよね。はい、そうですね。里親さんになる前の登録前研修って言ったのも、今はありまして、私が登録した時にはなかったんです、はい、なくって、私は自分でそれこそそういったことが勉強がしたくて、自分でなんていうのかな、地域のそれこそ保健センターの方に自分が里屋さんとしてこういう親になるので、パパママ教室に参加させてくださいって言ってみたり、それちょっと行政から今までのね経験がないということでできなかったりしたんですけど、結局は乳児院や児童相談所の方に福祉士さんの方から行ってみるってことで行かせてもらったりはしたんです、でそういったことが今は反映されてかどうかわからないですけど、登録前研修の中で、いくつか職員の先生がテーマを考えて、さまざまな子育てにその愛着障害っていった部分の、勉強会だとか、本当に子どもそれぞれのいろんな試し行動っていったのもあるんです、そういったことを前もって勉強できたり、施設に里屋さん地方にたくさんバラバラとしてますので、地元の近くの最寄りの児童養護施設とか乳児院とかに3日間ほど研修に行けたりだとか、そういったことが登録前の研修という中で組み込まれていて、とても手厚く里屋になる前に勉強する機会がいただけているので、昔とは違って、いい環境は整っていると思います。そうなんですね、はい、特別養子縁組里親が特別なことではなくて、はい、もう身近な、はい、生活の中に溶け込んできて、たくさんの方に知ってもらえるといいですね、はいはいはい、今日は素敵なお話をありがとうございました、はい、ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回のさやかな小部屋、次回もお楽しみに。